はい、皆さんこんにちは。タクセン講師の笠松と申します。今日はですね、これから夏に向けて宅建の勉強を始めてみようかなというふうに思っていらっしゃる方に、今からでも十分間に合いますというメッセージをお届けしたいということで、少々お時間をいただきたいと思います。これからですね、夏に向けて勉強を始めて、宅建の試験というのは10月にあるんですが、今ちょうどね、コロナ禍ということで世の中は大騒ぎになっておりますけれども、ただ今年やはりどうしても資格を取りたいという方はたくさんいらっしゃると思うんですね。でそういった方、ちょっとまだ不安な方もいらっしゃると思うんですが、今回このタックでお勧めしているのは、オンラインの受講形態と教室の受講形態、どちらも今お勧めしています。特にこの時期まだ不安だという方は、オンラインで受講していただいて、途中から教室に振り返るという形も、取ることができますので、お好きな方で受けていただくことが可能です。もちろん初めから教室でという方もいらっしゃるでしょうし、まずオンラインでやってみて、最終的にずっとオンラインでも構わないという方もいらっしゃると思います。ただオンラインで最初受けて、途中からどうしてもやはり臨場感のある講義を受けたいという方も当然いらっしゃると思いますので、そういった方はぜひオンラインから途中で教室に切り替えてお越しいただければと思います。タックのカリキュラムは非常に充実してますんでね、今から始めても十分に本番前に間に合うカリキュラムになってますので、特に今年は民法の大きな改正もありましたのでね、そのあたりもたっぷりと授業の中でお話をしています。でこれから無理なく合格をしていくということで、おすすめの講座がこのオンライン講座、そして教室講座になっていますので、ぜひふるってご参加いただければと思います。お時間いただきましてありがとうございました。